秋の収穫を感謝する抜き穂祭が24日、鹿嶋市の祐徳稲荷神社でありました。抜き穂祭は300年以上続く伝統行事です。本殿で神事が行われた後、すげ笠にかすりの着物をまとった巫女たちが神社近くの田んぼに移動しました。巫女3人が細長い板の杓子拍子と笛を奏でる中、早乙女姿の巫女たち8人は一株一株丁寧に稲穂を刈り取りながら実りの秋に感謝していました。精米後は神社のお供え物として納められ、12月8日の新嘗祭で甘酒にして参拝者に振る舞われます。